今回はアルティマをまったり走らせる走行動画です。なぜまったりかというと、ノーマル、いわゆるラジコン界のノーマルモーターですね、540モーターをつけて、ノーマルギア比、アルティマのノーマルギア比、ピニオン25かな、それで走らせるので、まったりということ、絶対遅いのでまったりということですね。こんな遅いモーターで走らせるのは世界一初かもしれないですよね。あ、普通に走るっていうか、あ、意外と速いのね。え、おお、いいじゃん、アルティマかっこいいな。やっぱりノスタルジックさはいいですよね。四角っぽく、シンプルな角のあるボディに小径タイヤですね。そしてルーフが高いみたいな感じがノスタルジックさ醸し出すポイントかな。かっこいい。あ、ちょっと雨が降ってるからボディが土がついてきたな。いいな、まったりも、まったり最高。よく走る。いいですね。うん、いいな。今度 DT03 なんかと比較走行したいな。同じぐらいのギア比でも、アルティマの方がタイヤの径が小さいので、ピニオン、ノーマルで確かほぼ同じギア比なんですよね、DT03 とこのアルティマですから、アルティマが小径タイヤなので、ピニオンを 1,2 枚大きくしようかな。それで走り比べたら、一つの動画でアルティマと DT03 が見れる動画なんて世界初で最初で最後かもしれないですね。すごいな。どっちが速いんだろう。DT03 TRF201 が速かったからな。フロントタイヤ、ほぼフロントタイヤ変えただけで、オイルダンパーとフロントタイヤ変えたぐらいかな。なぜか TR201 も速かったので、アルティマと比べてどうなんだろう。ほんとそんな動画作る人いないでしょうね。でも TRF201 の場合はリアタイヤを同じタイヤで履いたので、勝負みたいな感じができるんですけどね。アルティマの場合は今時のタミヤのホイールにしてもつかないですから、つくのはつくんですけど、つくというか走行できない、走行は不可能ですね。
オイルダンパーに当たってしまうんですよね。オフセットが違うので。あ、雨も止んできました。こうやってカメラを持って車体を追いかけてるので息が切れてますけど、いいね。やめられなくなってるけど、もう皆さん見てないでしょうね。540モーターで走るアルティマも結構速いな。でもこれ当時の世界選手権優勝者ですからね、速くないわけがないから。そんなことない。かっこいいな。アルティマ買うときトマホークとすごく悩んだんですよ。あとターボ、スコーピオンか、ターボスコーピオンかトマホークかアルティマを買うかすっごく悩んで、まあ、決め手はサスの方式ですかね。昔私トマホーク持ってて、ドッグボーンがよく外れてたトラウマみたいなのを覚えてて、ですから現行でもちろんリファインされてるんでしょうけど、もしかしたら怖いなと思ったので、アルティマだけがダブルウィッシュボーンですからね。でこれにした。そして当時持ってなかったからこそなおさら欲しかったみたいな、どんな走りなんだろうっていう好奇心ですよね。トマホークはこんな感じかっていう、小学校の運動場で走らせた記憶が残ってるので、曲がらないこんな感じだなっていうのはあったんですけど、アルティマは世界選手権優勝者、どんな走りなんだ。そしてダブルウィッシュボーンでドッグボーンが抜けにくいのかなというので、このアルティマにしました。まあスコーピオンが、今度ターボスコーピオンよりもむしろスコーピオンのノスタルジックさ、ああ見つかっちゃったね。次買うとしたらスコーピオンかな、強勝のヴィンテージシリーズで。まあ願わくばね、こんなダラダラ話誰も見てない。ターボオプティマミッド、ターボじゃない、オプティマミッド系、何か1台強勝さんが出してくれたらな。もう発売日に並んで買いますね。お金が ないかもしれないですけどね。お金がなかったらなんか売りさばかないといけないですね。おお、かっこいい。なかなか速そうなので、じゃあ DT、 次の受講が次の次か分かりませんけど、 DT03 との比較ですね。勝負はできませんので、ギア比が同じにできないので、まあ勝負したところで意味がないしね。ただ立ち位置が全然違う、当時世界選手権優勝者と現在の入門用マシンみたいなの半勝負の比較、走行動画みたいのをお届けしたいと思います。ではご覧いただきありがとうございました。